北海道根室郡の一根室郡は北海道根室市長にあった群。1879年に行政区画として発足した当時の軍域は以下の区域にあたる。戦国時代から江戸時代にかけて江戸の人々によって茶師郡が築かれている。江戸時代の根室郡域は正木藩によって開かれた根室場所に含まれた。江戸時代後期。 根室軍域は東へゾ地に属していた。南下政策を強力に進めるロシアの脅威に備え1799年、根室軍域は天領とされた。1806年、高田屋貨幣によって琴平神社が創建されている。また、市木島神社も文化年間に高田屋貨幣により創始された。1821年に根室軍域は一旦、 正木藩半に服したものの、1855年、再び天領となり、仙台藩が根室に出張陣屋を築城し、警護を行い、安政6年の六半分領以降は、仙台藩領であった。母親戦争終結直後の1869年、大法律領の国軍里政を踏襲して、根室軍が置かれた。北海道根室軍の町村突起なき場合、根室、 島歴史人命事件による、ありがとうございます。